1951年、安倍健志郎先生とジョー・ロビンソンというプロレスラーとのイギリスでのランドリです。ロビンソンは欧州ヘビー級チャンピオンということです。安倍先生が42歳、ロビンソンが27歳です。あくまでランドリですけども、どちらが強いかを決めるガチだったようです。安倍が70キロ、ロビンソンが100キロちょいというところでしょうか。黒帯を占めているので柔道の経験もあります。後に彼はプロレスを引退して俳優を目指します。 そこでまあ俳優をやったりスタントマンをやったりしますけどもその俳優を引退してからは柔道と空手を教える道場も開いてますのでそれなりに体の動く選手だったんでしょう腰回りを見てもしっかりした肉がついてますこの年は木村正彦とエリオ・グレイチーがブラジルのマラカナンスタジアムで戦った年ですから因縁を感じます阿部は何度か足払いとかロビンソンをこかしてますけども いかがでしょうねこの中に合気道的な動き合気道的な呼吸そういったものは見られるでしょうか僕は合気道未経験なのでちょっと合気道の動きっていうのがわからないのでもしお分かりになる人がいましたらコメントなど書いてくれると議論に参加できるかなと思います力が強いだけの大きい選手ですからやりづらいタイプですよね最後はこれ 足の裏を相手の膝頭に当てての跳ね越しですね。